人類は今神の意志によって滅亡を終末を迎えようとしているのだ。果たして人類はラグナロクに勝利し、この先千年の存続を手にすることができるのか。これは魂の戦い。人から神になった栄光に包まれた正義の象徴が、人間の最もどす黒い悪の結晶と真正面から対峙する。人類は強敵、恥ずかしくない戦いをするまでだ。さあ第2幕の幕開けと参りましょう。人間が唯一神に勝っているものは何か分かりますか？それは悪意です。浮かれてるところ悪いんだが、開けるぜ。ちっと楽しめそうだ。したいの？喧嘩。それが貴様の望みならば、お前の覚悟に俺も全力で応えよう。It's showtime。